どうも、VCP のダンスです。 VCP の包丁です。 VCP のミクタンです。はい、というわけで今日は第3弾ですね、はい、まあこちらにですねありますのは日内石ですね。日内石のセットをですね購入いたしましたので、あれですね、火つけるあれです。自腹ですか。日内石のまあちょっと火をつけてみようかなと思いまして、ここに用意いたしました。これまず岩石鉱物のメノウっていうやつですね、うん、でこちらが石です。もう石です。岩石鉱物です。でこちらが内金、こうやってまあガンガンとやるやつなんですけど、まあ、鉄、まあ、金属ですね。要は、金属やりやすいように、スポンジとガムテープでこうやって持ち手を作って、そうですね、もうむき出しの金属だったので、ちょっとまあそれを、はい、こっちが本体がちょっで、まあはい、これでやれるようにしました、はい、で、こちらこれあの黒いですね、あの、まあ、綿みたいなやつなんですけど、これは火薬が、まあ、染み込まされた綿の、まあ、北地、火の、まあ、地と書いて、まあ、北地と呼ばれるものですけど、これルールみたいな、それ近い、それに、まあ、ちょっと火花を飛ばしてちょっと火をポッとつける、まあ、種火にするものですね。で、これがつけ木、先に、硫黄が、まあ、付着していて、まあ、マッチみたいな役割のものだと思ってくれればいいかな。ここに、北地についた火種をここに移して、最終的にこの最後おがくずに、はい、かとぶちゃん、ちょっとうまそう、ビジュアル的にはそうだけど、はい、これこのおがくずに、まあ、つけて、はい、着火できるかどうかっていうのをつけてパワーアップさせて火つけるみたいな、はい、3ステップ、はい、すごい難そうだけどね、ちょっと、まあ、はい、ね、僕の手腕が、はい、試されるところですね。現代は大体やるのに。というわけでじゃあ行ってみましょう。レッツゴー。じゃあ、はい、もうこいつは、あ、パワーアップ、パワーアップもちょっと盛り盛りでマシマシで、はい、この目的ですね、はい、ここにで、まあこれでまあ、ちょっとあの火つけばいいんだけど、それだとちょっとあれなんで、ちょっと燃えやすいようにというか、あ、なるほど、引火させやすいように、はい、はあ、これがね、目の音、これが地金ですね、これを使って火を、じゃあ一回ちょっとどんな感じに火が飛ぶかやってみて、うん、あ、はい、じゃあいきますね、これを合わせてやります。巧みだな、巧みだね、お、出てるな、見えたかな、あ、すげえ、すごいな、すごい、うまいな、うまいな、はい、これさっきのですね、こいつに火花が移ったら成功ってことで、ほう、じゃあ頑張れ頑張れ、いただきます。あ、本当にいるんだね。お、あ、いや、まだ当たってる、明らかに当たってる、お、あっちのやつですが、あ、燃えてる燃えてる、いや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 、小さな命、どんどん行こうどんどん行こう、あ、すげえ、お、来た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 、いよいよ広がってる広がってる、スカパのそっち手強い、あ、あ、お、来た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 、おお、来た、行け、おがくず、ちゃんと火だ、燃えたぞ、人類が始まったぞ、やったついた、ちゃんと火、綺麗だな、アスパラガスみたい、いいよ、よかったよかった、おお、すげえ、すげえ、煙、日本の夜明けじゃ和むな、いいね、なんかヒーリング効果ありそう、ファンファイヤーみたいな、いやー、すごい、お、すごいすごい、あんなちっちゃいさ、火種からそこまで燃えるんだもんね。ね、まずお疲れ様、はい、いや、めっちゃ頑張ったからね、はい、じゃあまあ、はい、その YouTube のね、はい、原理をまあちょっと絵にして、ちょっと絵心がないのは許してほしいんだけど、あ、まあ、この、ね、さっきのね、目の石ですね、石をまあこうやって、ね、で、これが鉄ね、これをまあガツンと、まあ、さっき思いっきりぶつけ、バチコンってぶつけたわけですよ。でそしたら、まあ何が起こったかというと、まあここでぶつかって、まあこれちょっとなんか黒い点で、ちょっとなんか、まあ、分かりづらいかもしれないけど、鉄粉なんだよね、これタピオカみたいな、ちょっとタピオカっぽいの、まあ、鉄粉、ね、鉄粉ちょっとちっちゃくて見えないから、まあ分かりやすく、まあ書いたまでのことなんだけど、まあこれが鉄粉なんだね、うん、で、まあこうバチコーンってやった時に、まあこの摩擦で、まあ熱が、まあ、摩擦熱って言うけど、摩擦、まあ、熱がここで、まあ、起こるわけですよ。で、まあ、ここで何が起こったかというと、まあ、O2 ですね、はい、空気中の酸素、これと、まあ、この鉄粉が化合
することによって、はい、こうやって、まあ、さっき、まあ、見えたと思うけど、こうやって、もっと。ああ。さっきの火花みたいな。そうそうそう。これ、鉄粉が燃えて火花が起こるわけなんですね。で、これがさっきのね、あの北地に、まあ、燃え移って、燃えた。まあ、これがまあ、こんな風に、ね、はい、燃えたよね。そうそうそう。これね、これ。これがまあ、この火打ち石の原理の一つ。一つ、これメジャーなね、原理かなと思います。で、まあ、もう一つ、ちょっと、これちょっと、もう一つ、別の考え方があるんですけど、衝撃を与えることによって、ちょっと石の方の、まあ、石、うん、まあ、あのイオン結晶なんですけど、化合物、あのこのプラスとかの電荷がプラスマイナスと、まあ、うん、こういう風に、まあ、ね、なってるわけ。イオン結晶だからプラスマイナスとあるんだけど、この衝撃によってこの偏りがね生まれるんです。ガツンって、そう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 、このこうこうプラス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 みたいな、でこっちはマイナス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 みたいな、うん、で、うん、こうすることで、ここからここに、まあ、電気が流れる、スパークが起こる。ああ、最初のそう、もうスパークパシッと、お昼の時とか、そう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 、まさにそんな感じ。チャッカマ、そうそうそう、チャッカマ、それともうよく似た原理で、そこでスパークが起きて、結果として放電で火が起こる。これも考え、まあさっきとは2つ考え方あるけど、まあそれがミックスした状態で起こってるのかなっていうのも、まあ、そうそう、じゃあ結構いろんな考え方、そう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 、まあこれがね主な火打ち石かな、なんか、ね、摩擦みたいなイメージがあって、そうそうそう、なんか擦ったらあったかいみたいな、ね、これはあんま盲点というかね、面白い、知らなかったね、そう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 、全然、はい、面白いね、そんな感じです。はい、というわけで、はい、今日はこんな感じでした。非常に面白い。でもドラマがあった。あのあれだね、なんか簡単に言ってたけど多分難しいよね。うん、火花そもそもがね。火花出すってのがまず難しい。はい。まずお疲れ様でした、ね。というわけで、じゃあ、まあ、また次第4弾でお会いしましょう。はい、ありがとうございました。さよなら。